久保さん。これちょっと考えちゃいましたね。一匹の羊がいる100頭のライオン。一匹の、一頭のライオンが引ける100匹の羊の群れ。まあ、多分、この一匹の羊がいる100頭のライオンは、羊壊れちゃうんじゃないですかね <laughs>。100頭のライオンの餌食になるんじゃないですかね。もはや。<laughs> お前リーダーじゃねえ、飯だ。言うてね。<laughs> どうすか <laughs>。ああでもこう面白かったですね。なんか聞いたことあるようでないような、 うん、まあ確かになっていう部分もあるんですけど。まあ僕の補足を言うならば、その一匹の羊は100匹のライオンに、えー、食事にされるというオチがあるっていうね、うん。まあ僕もね、あの、今回ね、ダメ社長、ダメ、ダメ経営者にしましょうか。ダメ経営者。どうですかね。あの、吉谷さんが、 帰らないから、僕たちが早く帰れないんですよ、と。ね。まあ僕はずっと会社に泊まり込みして仕事してて、社長になってもずっとやってましたけど、まあ社員に言われましたよ。うーん。まあダメダメじゃないですか。うん、人を動かせなかったです、僕は。うーん、だから僕はこの一頭のライオンにも満たないと。<laughs> 一頭のライオン、社長って一頭のライオンっぽいじゃないですか。でもライオンじゃなかったと。 100匹の群れに、あの、100匹の群れでは、100匹も社員いないですけど、社員に指さされて、社員にケツ叩かれて、社員に文句言われて、えー、ひいひい言ってました。最低な経営者ですね。最低な経営者にしましょうか。だから僕が借金作ったのも、あの、経営できなかったからですね。従業員を、マネジメントできなかったからですね。うん。 結局全部自分で、ええー、やっちゃって。で、結局自分がこけたら終わりというね。社員いるのに、社員いるけど、自分こけたら終わりという状況だったわけなんですよ。そう。だから今は、なんだ、固定費がないので、自分がこけた分はリカバリーいくらでもできるんだけど、会社の固定費はきついですからね。 だから、500万以上は必要だったので、だから一人で月収500万稼いでもマイナスなんですよ。どうすか一 <laughs> 人で月収500、月収500万ってまあまあ稼いでますよね。どうすかだけど、ゼロですよ。もはやマイナス。ね。従業員に給料払ったり、固定費払ったら。<laughs> うん。だから、まあ僕はもうダメ経営者でね。最低な経営者でしたよ。うん。 でも僕が選んだのはやっぱ、あの、なんだ、羊をむ、群れないっていうね。まあ、久保さんの例えとはちょっと違いますけど、羊を一匹も、群らさないっていうね。<laughs> 羊はいら,いらないっていうね。<laughs> 俺には羊はいらんと。<laughs> ライオン、俺がライオン一匹だと。<laughs> みたいな感じですかね。でもまあ、いろんな生き方、いろんな考え方あると思いますけど、僕は、 この生き方が、まあ、すごく合ってました、うん、多分、久保さんもっそうだと思います。うんまあ、久保さんとね、僕が会うところはね、同じようなね、なんかね、<laughs> 遭遇をしてるんですよね。なんか <laughs>。あのね、ほんとね、いや、これは経験してほしいですよ。マジでしてほしいうーん。その従業員を雇って、そのやり取りするっていう、で固定費払うっていう。 だ昔、その、面接して2日で飛ぶ授業員もいましたからね。2日とかで。<laughs> 1日もいたからなで。で、手にかけてた何人かも辞めてったりとか、いろいろありましたよ。うん、<laughs> そこにかけた労力なんやねん、みたいなね。時間。で、また01じゃないですか。で、また小敵払うわけじゃないですか。いや、本当にすごいですよ。だから従業員をまとめ上げて、 なんだ、一つの道に行って売り上げをこう作っていくっていう人は、ほんとすごいなって尊敬しますよ。僕はできなかったんで。うーん。だからすごいなと。だけど僕はそれができなかったけど、あの、自分のこのライフスタイルはできるので、まあ、このライフスタイルを教えるという形になりましたね。そう。このやり方。うん。一人で自由に生きていくというやり方だったら教えられると。絶対従業員雇わない。 バイトも雇わない。害虫かもしれない。もう一人で生きていく、生き抜くっていう、このライフスタイルを教えるという。これがね、僕はね、性に合ってますね。<laughs> 本当に。たった一匹で生きていくっていう。そう。この生き方を教えたいですね。僕は、だからそのなんか、年商100億とかね、年商1000億とか、上場企業とかそう目指すんだったら、ちょっと違うところに行った方がいいと思います。久保さんと僕じゃないです。 年商100億とか年商1000億とか上場企業とかね。なんかその、なんかそういう感じのめめ志がある人は僕たちではないと思います。久保さんとかでもないと思います。僕でもないです。でも、一人でパソコン1台で自由に暮らしたいっていうんであるならば、僕とか久保さんだと思います。うん。どっちでもいいと思いますよ。うん。僕も当時、あの、年商100億目指してましたから、当時ね。自分垂れ幕作ってやってましたから。 うん、でも僕はできなかったですね。うん、ダメな経営者です。はい。いってらっしゃい。